ジュリーザベスト10。木曜の午後いかがお過ごしでしょうか。総合司会のシギレモンです。この番組は僕のサイトレモンジュリーステーションのジュリー楽曲のアクセスを集計してランキングにした番組でございます。本日は令和4年4月のジュリーソングランキングとなります。それではこの番組の進行はこのお二人にお任せしましょう。白柳さん、久米島さん。皆様こんばんは、白柳です。これございます。本当にね、5月なのにこんなに寒い5月でないのかしら。鯉のぼりもまるで南極で泳いでるような感じね。そして久米島ひろしでございます。いやー、ゴールデンウィーク真っ只中ということでね、どこ行っても人人人、乗り物に乗る前に人で酔っちゃう、そんな感じですね。久米島ひろしです。ちっとも面白くないわ。いきなり白柳さんにゴールデンダメ出しいただきましたけども、それでは今月のジュリーザベスト10第10位から第4位までの発表です。第10位沢田研二、ある青春。第9位沢田研二、被害妄想。第8位沢田研二、書きかけのメロディー。第7位沢田研二、単純な永遠。第6位沢田研二、ララバイフォーユー。第5位沢田研二、お前は魔法使い。第4位沢田研二、夕映えの海。以上、ジュリーザベスト10今月の第10位から第4位まで発表いたしました。私もよく魔法使いってよく言われるわ。確かに白柳さんの髪型は魔法使いっぽいですね。それでは今月のジュリーザベスト10第3位の発表です。第3位は沢田研二、親父のように。ジュリーのお父さんもさぞかしイケメンなんでしょうね。今度ゲストに出てもらいましょうよ。間違いなく断られると思います。ジュリーザベスト10今月の第2位の発表です。第2位は沢田研二、よみがえる愛。愛ってよみがえると結婚までいっちゃうわね、私の経験上。何の話なんでしょう。それでは今月のジュリーザベスト10第1位の発表です。第1位は沢田研二、夜の翼。あーた、これ和田アキ子の歌じゃないの。はあ、ではございませんよ、白柳さん。これはジュリーの正真正銘のロックナンバーでございます。ということで今月のジュリーザベスト10いかがでしたでしょうか。また来月お会いしましょう。せーの、はい、坊主。総合司会の不思議レモンです。いかがでしたでしょうか、ジュリーザベスト10。今日のランキングの順位は僕のサイトレモンジュリーステーションでもご覧になれます。視聴もできますので、ぜひ足を運んでください。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひよろしくお願いします。私不思議レモンによるジュリー沢田研二さんの楽曲カバーチャンネル、不思議レモンカバー沢田研二、こちらの YouTube チャンネルもよろしくお願いします。概要欄にリンクを貼っております。ぜひ足を運んでください。しぎれもんでした。